さて、追っ始めるか。獣どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。エレメンタルの加護を受けた魔法の剣。お世話になります、精霊さんたち。ザコどもを蹴散らすぞ。透き通った羽虫のような影、これが風のエレメンタル、シルフェなのですね。
もっと低く、早く。クリオの力は信じるほど強くなる。勇姿をしっかりイメージ、イメージ。このまま俺がひねってやるぜ。ありがとうございます、精霊さんたち。なんだか答えてくれるような気がしますね。おしめえだ。先に進むとするか。
それ生贄の烙印ですね。お師匠様から教わりました。その烙印を刻まれたものは断末魔までもが闇の者どもの供物になるのだと。あなたは運命さえ司るほどの天使や悪魔のごときものに挑まれるおつもりですか？そうだな。いつか一発ぶん殴ってやんねえとな。馬鹿げてます。無知蒙昧というか。思いや感情は魔術にとっても欠かせないものよ。でも相手は宇宙の断りすら通じない超絶の存在なのですよ。人々を巻き込み魅了する巨大なオドの流れ、宇宙のいかなる刃も触れえぬ強運たか。あれは人の姿はしていても霊的にそう呼べるものではありません。宇宙において一人として並び得るもののない存在、まさしく絶対者です。あの者が黙示録に記された五番目の御使いが受肉した姿、闇の鷹なのだとしたら恐るべきことです。その鷹こそ彼に烙印を刻んだ張本人です。だったらなおさら。シール家、私たち魔術師は人よりも多少はこの世界に内在する諸力について知識を持ち合わせています。でもその知識ゆえに時には飯になっているのではなくて。どういうことですか？おっしゃっていることの意味がよくわかりません。奇跡然とした奇跡のみに心を奪われるのではなく、目の前にある事実にも目を凝らしてごらんなさい。彼はまだ生きているのですよ。運命に抗い生き抜いて、そして彼は出会った。レイジュの森の魔女フローラ一番の秘蔵っ子、シール家に。私にあの人に力を貸せと？それを決めるのはあなた自身。神は運命を与えたもう。けれどもそれを選択するのは人の子よ。私はそう信じています。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。イノシシ仕留めたぜ。今晩は肉だ肉。困りましたね。焼くのにちょうどいいものが。あ、食いてえか。こいつで焼いて。ファルネーゼ様、これは。キノコよ。さっき見つけてきたの。これは毒キノコです。食べられませんよ。そうなのですか。